away! こんにちは、ベンジです。今回からサムライというゲームをやっていきます。2002年、2003年、アクワイア開発のスパイク販売ですね。プレステ2です。サムライって何かっていうと、後にシリーズがいっぱい出るんですけど、サムライ道っていう名前に変わるんですよね。まあ、その一作目がサムライです。はい、じゃあやっていきましょうか。お、なに、デフォルト優しいになってるよ。難しいのかな、このゲーム。まあ、普通でいきましょうか。おー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 、選ぶんだ。あ、名前、はい、じゃあ名前入れましょうか。 OK、 七子侍ベンチ。え、っていう七子侍のとこ変えれないよね、これ。変えれんのかよ。ちょっとね、名字も入れてみましたね。メザエベンジということでね。まあ、名字を入れるべきなのかどうなのかよくわかんないけど、なんかね、いっぱい入力欄あるんですよ。こう。なのでね、まあ、ちょっとベンジは短いかなと思って。で、顔？ハテナがあるけど？後で解放されるってこと？どれでいこうかな。これやだな。なんかかっこ悪いね。アップはできないか。これかな？こっちかな？これかっこいいね。こっちにしよう。服。うわ、かっこ悪い。ジャッキーチェーンだ。ちょっと後ろ背中から矢でいられるって、これ的ついてんじゃん。いや、これだよ。普通にこれだよ。持っていく刀、え、これしかないけど捨てられるの。
技の情報、技、うわあガトスだ。へえー、そういうのなんだ。えへえヤクザキックって書いてるなこれヤクザキックか、プロレス技だね。はあ、なんか結構あれかね、そのもっさりしてる感じかなと思ったけど、そうでもないのかもね。なんかその ああいうのなんか必殺技みたいなのがあるのを見ると、はい、あ、ちなみになんかオートセーブ対応らしいですよ。よく来たな、メザイベンジ。まずはざっと基本操作を説明しておく。お願いします。かわいいこの人。会話、はい、そっからやらせてくれんの、はい、丸ボタンで選択肢、方向キーか左スティック、はい、とりあえずやってみる。あなたに話しかければいいですか。わかりません。それでいいんだ、できているぞ決定する前なら×ボタンでキャンセルできる。また話せる相手が他にいる場合は方向キーで左右で、方向キー左右で話す相手を選べる。はい、重要なことだから忘れるな。先生なんだ。ここまでは分かったか。分かりました。あ、なんとなく理解した大丈夫かあと画面の右下に茶色いアイコンがあるだろ。あります、はい。このアイコンが出ていないときは話すことができない。はい、会話についてはこんなところだが、分かったか。いやいやいや、早くゲームがしたい、チュートリアル飛んじゃうかもしれない。分かりました。移動について、次は移動の仕方だ。移動は方向キー左スティックのどちらでもできる。操作しやすい方を使えばいい。こんな美人な先生がいていいね。おい、どこまで行く気だ。あ、ジャンプもあるちゃんと向いてからじゃないとこうなるんだね。ジャンプしてる、はい。やっぱり結構もっさりしてる子。おう、ごめんごめんはい、ジャンプしました。はい、次教えてくれ先生。あ、ごめん怒っちゃうね先生が。はい、切らしてください。おこか。 L ボタンで抜刀状態になる。戦い方は後で説明するから、まだ刀は収めておけ。収めるときも L1 ボタンだ。はい、切れるね。おう、おう、はい納刀の操作はしっかり覚えておくことだ。まあね、ただしむやみに人前で刀を抜くのはやめた方がいい。あ、抜刀ってこと、誤解されても文句は言えないぞ。そうだよね、侍たる者、己の行動には責任を持つように。わかりました。でもやりたくなっちゃうんだよ、いろいろアイテムについて。次はアイテムについてだ。あ、なんか落ちてるね、あそこ。とりあえず地面に落ちているアイテムを拾ってみる。拾うのは近くで四角ボタンだ。これっすか。ボケなどは拾って持ち歩くことができる。説明するか。お願いします。その状態で四角でその場に置く。うん、走りながら四角で投げる。また R1 プラス四角で殴ることもでき、いざという時は武器にならなくもない。わかったか。わかりました。今度は大根を拾ってみろ。ちょ、殴るとかやってみていい。あ、避けられる。さすがだ先生。アイテムについてはもう十分か。いや、そんなことないです。ならふざけた真似はやめろ。すいません先生、
最初から始めるぞ。いや最初からじゃなくていい。いやいいいい、オケはもういい。よいしょ、食べた。ああなるほど、食べ物ははい、それはね分かりました。あ、説明しなくていいです。アイテムは倒した敵が落とすこともある。体力を回復するには何か食べるしかない。食べ物は大事にするように。はい、分かりました。アイテムの扱いはこんなものだ。では次に行くぞ。お願いします。戦闘方法、まだオケ持ってんだけど。おい、こいつがお前の相手をする。いやオケで見えねえ。よろしく頼むぜ。弱そう。戦闘に関わる要素は数多いが、まずは最低限必要なことだけ教える。残りはまた今度だ。では抜刀しろ。早まるなって。よいしょ。まずはガードだ。 R1 ボタンを押しっぱなしでできる。おお、さすが。ガードしていれば刀による正面からの攻撃が全て防げる。次に攻撃だが、先に防御を教えるのが大事だよ。四角で小技、三角で大技。はい、とりあえずやってみりゃ分かるって。そうだな、お前死ぬぞ。おう、小技は連続で3発まで出せるんだぜ。ほんとだ。中村、どうだった？ガトツ、ガトツ、あ、蹴り、あ、なるほど、四角で崩して三角を当てるみたいな感じかな。よし、画面の左下のオレンジのバーがメザーエベンジの体力だ。ゼロになると死ぬ。グレーのバーは刀の耐久度だ。うわ、耐久度あんのか。刀を使うと赤くなるだろ。全部赤くなるとバーが短くなる。バーがなくなると刀は折れちまう。折られた刀は二度と戻らねえからな。すごい技を使ったり大技がガードされた時に激しく減るから注意しろよ。わかりました。高度は鍛冶屋に行けば上げてもらえる。他にも鍛冶屋では刀を鍛えることもできる。さらに刀を届けてもらっておけば死んでも刀を失わない。死んだら失うんだ。あ、何今の。え、方向キーで流れてるぞ。おお、何今の。おお、そういうこと、すごい。多分これから教えてくれるんだろうな。崩せるんだ。複数を相手にした場合も攻撃してくるのは常に一人だ。攻撃してくる相手が変わった時や背後を取られた時は、移動、ガード、一部を除く攻撃などでその相手の方向に振り向くことができる。はい、よし。 R2 ボタンを押していれば戦闘中でも自由に走れる。戦闘から逃げるときに R2 ボタンは便利だぞ。しっかり覚えておけよ。なるほど、あ、こうね。あ、でこういうのを拾い食いしろと。あ、ノート、ノート、待っててくれ。あ、ごめん。だってそこにいるんだもん。よし、最初から使える技は少しだけだかな。刀を使い込めば新たな技を編み出せるぜ。そうなんだ。使える技は刀によって違う。刀は敵を倒せば奪うことはできる。詳しい技の説明はスタートボタンで表示されるメニューから確認できる。メニューでは刀を装備したり捨てたりもできるぜ。
お前喋った直後に放置するのはずるいだろ。あ、間違った。なんかやった。そいつじゃ練習にならないな。死んじゃったよあいつ。中村、ここまでの説明は分かったか。分かりました。もう一度っつったらもう一人殺すことになるだろ。戦闘その2。おい、うわ強そう。次はこいつだ。ちょっとは手強いぞ。ふんふん、言っておくが、相手が雑魚でもない限りむやみに大技を出してもガードされて刀を折られてしまう。そうなんだ。そんな時に重要となるのが崩しだ。うん、来ると思って。崩しは四角ボタンの小技をガードした時またはさせた時に狙える。え、その時に方向キーを相手方向に入れるのが押す。うん、相手のガードを無理やりこじ開ける技だ。方向キーを相手と逆方向に入れるのがさばく。うん、相手が押してきた場合に有効な技だ。分かったか。分かった。さっきやってみたこと、崩しに成功すれば相手は一瞬無防備になる。その隙に大技を狙うのが基本だ。ではやってみろ。はい。おお、押せた。ダメ。これむずいぞこのゲーム。あ、ダメ。ああ、よし。ダメだな。あ、やばい。実戦ではメザイベンジが崩されることもある。後ろか方向、あ、左右に方向キーを入れておけばいい。逃げる方向は相手の技によって。どういう意味。なんだなんだ、倒れた。ちょすごいんだけど。待って、背中見せてるでしょ。大黒はね、食ってる間待ってくれんのは武士道だね。え途中で捨てちゃって。どうだ、うまくできたか。多分。本当か。まあ詳しいことはまたの機会に教えよう。とりあえずは習うより慣れることだ。慣れてきたら四角プラス、あ、 R1 プラス四角の蹴りも使うといい。ダメージは少ないがガード中の相手にも当てられる。はい、抜刀中にアイテムを拾いたい時には蹴りが使える。え、そうなの。アイテムを蹴り上げて取れるぞ。そうなんだ、納刀しなくていいんだ。ああ、おっしゃられ。ほら。やろう。あ、間違えた。ガードだと思った。ほら。え、すげえ。避けたよ。あ、それかさっき言ってた。左右で逃げられるみたいな。ほら、ちょっと分かってきたぞ。ほら、よし。戦闘の基本はこんなところだ。大体分かったか。分かりました。言っておくがメザイベンジはまだまだ未熟だ。これから向かうロッコス峠にはメザイベンジより強いやつなんて吐いて捨てるほどいる。うん、わかる。そんな猛者と剣を交え殺されそうになった時、どうしても死にたくなければ命乞いをしろ。戦闘中でも会話はできる。
侍の誇りを捨ててまで生き延びたければの話だかな。なるほどね。評判下がるんだろうな。目的、うん、これで基本の説明は終わりだ。そう、何になるの。いろいろ言ったが全部は覚えきれなかったろ。うん、そうだね。覚えれました。ほう、それはすごいな。ゲーム中でもスタートボタンから表示されるメニューから操作説明は確認できる。最後になったが、メザイベンジがこれから何をすべきか話しておくか。お願いします。剣豪を目指すのかさ、世界平和を。手短いお願いします。そう急ぐな、長生きできんぞ。実はな、これから向かう肋骨峠で過ごせる時間は2日もない。え、そうなんですか。それがなぜかはあえて言わないが。聞きたいです。そのうちわかる。みんなが必ずしも幸福な結末を迎えるとは限らない。とにかくうかうかしているとあっという間に終わる。メザイベンジの行動によって何かを変えられるかもしれないし、何も変えられないかもしれない。え、何、もしかしてさ、最初のステージが2日とかじゃなくてさ。え、最初のうちは右も左もわからないままに2日が過ぎるだろう、うん、いや、2日の間生き残れるかどうかもわからない。まあ難しく考えず、自分の信じる通りにやってみればいい。え、私が教えられることはこれで終わりだ。え、タイムループもの。私はいつでもここにいる。分からなくなったらまたここに来い。では幸運を祈る。え、なんかすごい王道なストーリーが始まると思いきやさ。え、ループするっていうようなこと言ってたよね今。はあ、とりあえずさ、今回チュートリアルしかやってないんだよね。もうちょいやるか。ちょっとだけやろう。まずどんな話なのかもわかんないから。肋骨峠、2日間って言ったよね。まあ、大根なってるね。かっこいい。なんか走ってきたぞ。あ、襲われてんのか。手間取らせやがって。おちょっと待てい、嫌がってるぞ。ツボハチ、仲間に加えてくれとも言える。なんだてめえ、俺たちに喧嘩売ろうってのか。無法はよせ、喧嘩を売ってるわけではない。あっこつけやがって。気やんのか。お、この野郎。あ、そば強いんじゃないの。なんかすごいアクロバティックな動きするじゃん。刀持ってくれよ。やばい、刀どころかさ、体力めっちゃある。いや、すげえ、ガード崩された完全に。まずさ、ザコだけでやったらさ、その捨てゼリフとか入って逃げていかねえよ。よし、はい、刀ゲット、生倉。おいいね。おい、この野郎、そろそろ泣き入れた方がいいんじゃねえか。そういうわけにもいかねえよ。なんで裸なんだ。うるせえぞ。やばい、ちょ
勝てない試合じゃないかも。ちょっとまずさ、大根食いたい。よっしゃよいしょよいしょ、これで100人力だ。まずお前だ。あ、これ女刺してた。いや、肩登れた。ちょっと待って、今折れたよね。折れてねえか。ゲームを続ける。よし、激しいんだよこいつ。もう一本ここら辺に。あった。あ、違う。よいしょ。まいった。勘弁してくれ。じゃあ刀くれ。え、それ拾えない。すまねえ、鬼切るぜ。あ、すごい、語らずにやるじゃねえか。気に入ったぜ。あんたどうだ、俺たちの仲間になる気はねえか。気が乗らないな。そうか、残念だぜ。おい、すず、今日のところは勘弁してやるぜ。え、知り合い知り合いだったんですかごめん、邪魔して。ありがとうございました。ちょっと、拾わして。それ拾えない。大丈夫か。はい、おかげさまで私の家、この先の宿場で甘栗っていう小さなお店をやってます。お礼にお昼ご飯をご馳走させてもらえませんか。安いね、費用。ありがたく馳走になろうそれじゃあ私先に帰って支度しておきます。いや、どこなんだよ場所はよ。後で来てくださいね、きっとですよ。これで行かないっていうのもかっこいいよね。拾えない。持てる数がもう3本しかないっていうことかな。所持金5円しかねえ。これ技また違うってことね。あ、後ろと三角もあんのか。天心戦だ。強いよこれ。ジャンプ中とかもできるね。お、ああ、これさっき敵やってたかも。これか。あ、隙が大きい。これいいね。これに救われたよ。だいぶやったよこれで。っていうか、技ひらめくときにキュイーンってなって。いや、これムービーの時見といてよかった本当に。オケもあったのか。キュイーンってなって技ひらめくのってあれですよね。ちょっと置けない。ロマサガっぽいっすよね。え、いけないよ、こっちじゃない。え、でもこっちに走ってきたんだからさ。え、こっち？いや、違うのか。橋の向こうなのか。え、こっち行ける。どこっすか？ここ神社よね。いや、神社。え？いや、錆びれてる。え？え？なんだ？やろうってのか。話だけしとくか。どけ。あ、ごめんなさい、どきます。おはい、じゃあ次回その宿場に行くとして、今回ここまで しましょうかね。何、キノコ。いやあ、毒キノコ。そういうのもあると思ったよ。減るのもあんのね。うん。今回ちょっとここまでにしましょうか。
よいしょ。はい、では次回すずちゃんの店に行きます。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。